アプムキュンメネ株式会社は、フィンランドヘルシンキに本社を置き、世界45カ国に、現地法人、世界12カ国に生産拠点を持つ、林産企業である。日本法人はアプムキュンメネジャパン株式会社。ナスダックヘルシンキに上場しており、OMX ヘルシンキ25名柄の一つである。1九十六年に、キュンメネ社と、レポラ社をはじめとする数社が合併し、 ユナイテッドペーパーミルズが発足した。社の歴史をたどると、15世紀後半の北フランスのドッセル製紙工場まで遡ることができる。2012年、フィド事業をオランダのスマートラック NV に売却した。製紙業における2015年度の売上高は世界第6位であり、フィンランド国内に本社を持つとしては1位である。国別ではドイツが最大の売上を持ち、 他に、北米、イギリス、フィンランド等で大きな売り上げを有している。林産企業として行われてきた、製紙・製材業に加えて、粘着ラベル原版や、バイオマスやバイオケミカルを併用した幅広い製品の開発を行っている。1975年にアップムの代理店が設けられ、1980年に株式会社化、2004年にアップムの組織編成に伴い、 アプムキュンメネジャパン株式会社となった。現在は東京にオフィスを仙台市に営業所を持ち、出版、カタログ用紙、特殊紙、粘着ラベル原版などの紙製品や木材製品を取り扱っている。ありがとうございます。